スティブの路面電車スティブの地下鉄スティブのバスブリュッセル首都圏交通会社ブリュッセル首都圏交通が医者フランス語ソシエテでトランスポーツインターカムのでブリュッセル略称スティブオランダ語マツカペーボーヘッドインターコミューナイアルベルボアーテブルスル略称ミブブはベルギーの首都ブリュッセルを中心に路面電車 地下鉄及びバスを運行する事業者である。本校では、以下、フランス語の略称である、スティブと表記する。ブリュッセルの公共交通は、1869年に運行が開始された、鉄道馬車に橋を発する。スティブの直接の前進は、1874年に運行を開始し、市内に路面電車の路線網を展開した、ブリュッセルトラムである。 1894年から殿下によって鉄道馬車の置き換えが開始され、1922年に完了した。1907年にバスの運行が開始され、1913年に一旦撤退したが1920年に再開、乗り合い馬車を全時置き換えた。1926年にはバス部門が独立し、ブリュッセルバスとして発足。 その後も路線網を拡大した。1939年にはトロリーバスの運行も開始されている。1954年、ブリュッセルトラムとベルギー政府ブラバント州の共同出資により首都圏の公共交通を担う事業機関としてスティーブが設立された。1954年には 機動系交通機関とバスを一体化した公共交通網を構築するべく、スティブはブリュッセルバスを吸収した。しかし、1960年代は自動車の増加により、交通渋滞にバスや路面電車が巻き込まれることが多くなった。この時期、路面電車のバス転換が進められ、トロリーバスは1964年に廃止された。また、 渋滞に対する対策として、路面電車の地下化も行われ、1976年には地下鉄が開通した。地下鉄の開通に合わせ、バスや路面電車は不採算路線を中心に、大幅な倒配合が進められたが、これは市民の反感を招いたという。地下化の負担やオイルショックによる燃料費の高騰によりスティブの経営状態は悪化し、 1978年には政府が全額出資する公営企業となった。その後、ミニバンによる障害者輸送など公共交通としての使命は果たしていたもののサービス水準は高くはなかったという。車両の老朽化なども問題になっていた1991年、スティブは政府との間で義務と権利を明確にした契約を締結した。この契約は スティブが行うべきこととその水準などが明記される。一方、自治体側の支出額も明記されるというもので、この種の契約はベルギーでは初めてのものであった。以後、サービス水準は年ごとに改善されており、口述する公共交通優先政策の効果もあり、利用者は増加傾向にある一方、自治体からの補助金支出額は減少している。ブリュッセルでは、 他の多くの大都市の例にもれず、交通渋滞や待機汚染が問題になっている。その一方で、中心部では駐車場の確保が困難になっていることから、政府は2010年に1999年と比較して20%の自家用車削減を目標とする計画を推進している。この計画では、渋滞により定時性が損なわれている路面電車、 バスの改善が急務と位置づけられ、バスレーンの拡大や公共車両優先システムの整備が進められた。また、2003年には、スティブとヒエリ団体が出資して、カーシェアリング事業者を設立し、自動車台数の削減に取り組むほか、スティブの制度として、公共交通優先に、積極的な自治体の表彰などを行っている。政府も、自家用車の保有をやめる際には、 スティブの定期券支給や、講述するカーシェアリングへの利用登録を行うことができる制度を設けている。ブリュッセルでは、公共交通の運賃統一は遅れていたが、2003年2月以降は、ベルギー国鉄も含めて、公共交通の運行を担当する各社が、統一運賃制度を導入し、乗車券類は、ブリュッセルのすべての公共交通機関で共通となった。 運賃は1回あたり1.7ユーロ、10回、乗車券は12.3ユーロ、1日乗車券は4ユーロ、5日、乗車券は12ユーロとなっている。また、定期券については、スティーブのみの定期券が1ヶ月360ユーロ、ブリュッセル市内交通すべてに、共通の定期券が1ヶ月400ユーロとなっている。乗車は1時間以内に限り、乗り換えは自由である。なお、 地下鉄、トラムは信用乗車方式、バスは2004年から前乗り後通り方式となった。これは適正な運賃収受の他に、不審人物の確認にも効果があるとされている。2008年現在の最新型車両である、ボアという愛称を持つ M6 型をはじめとした語形式が運行されている。 2008年現在の最新型車両である3000系、4000型をはじめとする6形式が運行されている。スティブのバス1990年代前半の時点では、過半数の車両が15年以上使用した車両であったため、急速な改善が必要とされていた。遠隔の不死で触れた政府との契約に伴う、車両更新では、折しも環境問題が、 市民の関心事となってきたことを受け、導入された車両は、環境規制、ユーロ語に適合した車両となったほか、CNG ノンステップバスを20台導入したのを、はじめ、ハイブリッドバスの導入も行われた。特に、CNG ノンステップバスの導入は、世界的にも、早期の事例である。なお、1985年以降は、連接バスも導入されている。 2006年現在、バスの保有台数は598台となっており、そのうち509台が、大型バスである。大型バスのうち連接バスは53台となっている。ベルギーに拠点を持つバンホール製の車両が多いが、近年は、メルセデス・ベンツ・スターロなどの輸入車も導入されている。バスラマインターナショナル106号、P81ABCDE バスラマ。 インターナショナル106号 P82ABCDE バスラマインターナショナル106号 P83ABC スティブアクティビティレポート2013スティブ2014年9月9日閲覧公式サイト内の記述による公式サイト内の記述によるありがとうございます